日本には診断が難しいなどの理由で難病指定が受けられない見過ごされた難病に苦しむ人がいます。患者やその家族が安心して暮らせる社会に、難病と闘う家族を支えるために衆議院議員伊佐伸一が立ち上がりました。大阪市鶴見区に住む伊藤和子さん、左胞症候群と診断された息子明憲さんの闘病生活を支えてきました。初め高校生の時って背中にニキビができたんですね。その背中のニキビができて、それがだん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 増えていくんです。でその時に熱も出ましたんです。熱が出だして、ね、何の病気かわからない、ただCRP の血液の値だけが非常に高いと。そこで初めて左胞症候群っていうので分かったんです。だからかなり痛かったと思います。高校生の18歳ぐらいから発症してるから、一応病院連れて行ってるから、まさかと思ってるんですよ。もう先生は大丈夫だ大丈夫だ、何も異常ないっておっしゃるからね。で本人痛い痛いって言うけど、分からなくてかわいそうだなと思った。左胞症候群とは皮膚や骨髄の炎症を繰り返し起こす病気で、症状が重い時には立ち上がることもままなりません。原因が分かっておらず、有効な治療方法がないこの病気、症状を和らげる注射は1本で数万円するものも。高額な医療費、先の見えない不安、そんな時国民のために奔走する伊佐の姿が目に留まったのです。私その時にお手紙書いたんですね。バーって書いたんですよ。渡したんです。でまた読んどいてくださいって渡したんですね。息子が左胞症候群で苦しんでいます。注射が高すぎます。いつまで続くのだろうと思ってしまいます。すごく高額なのに難病指定にならないのでしょうか。伊佐さんに助けていただきたい。実は伊佐自身にも幼い頃難病に苦しんだ経験がありました。これが誰一人取り残さないと奮闘する伊佐伸一の政治家としての原点となっています。この経験をもとに2012年の初当選以来、難病支援にも取り組んできました。やっぱり難病の患者さんって難病なだけにやっぱ少ないんですよね。でそうすると見てくれる病院の数もやっぱり少ないと。だから地域で見てもらってもなかなか難病っていうこの診断がつかないんですっていうところがあって、その支援制度作りましたっていうんで終わっちゃダメで、支援制度にどうやってお一人お一人をそこにつなげていくかという取り組みが大事だなという思いでこれまで進めてきました。各地域でも難病指定をできるような体制をと厚生労働省に進言、さらに予算委員会の場では自身も難病と闘っていた安倍元総理に患者の思いを必死で訴えたこともありました。その結果、政府からは身近な医療機関で難病の診断を受けられることが一番大事と答弁を引き出し、モデル事業が開始、難病診断は大きな一歩を踏み出すことになったのです。今回の伊藤さんの場合も、なんとか診断がつけられないか厚生労働省と協議し、医療機関にも問い合わせをして道を探っていきました。左胞症候群に似てるね、慢性、再発性、多発性骨髄炎という病気があるんですよ。それだったらこれに違うかって調べてくださったんです。だから今から行ってきますとかね、そういうやり取りをしていただいたんです。すごく細やかにしていただいたんです。そしてついに難病の診断を受け、医療助成が受けられることになったのです。今の病気は胸直性脊椎炎っていう、左胞症候群じゃないんですけど、まあ、同じ関節の病気なんですね。それの認定していただいて、そこからもうパッと世界が変わりました。難病対策もまだまだ課題があると思います。例えば就労、仕事とこの治療の両立をどうするかというような問題であったりとか、
あるいは難病の手続きも非常に複雑だったりというので、さまざま改善する余地があるというふうに思ってます。何よりもやっぱり根本的な解決方法はしっかりと薬とか治療薬、こういうものをいかに研究開発をして進めていくかということなので、ここもしっかり頑張りたいと、私自身が難病でさまざまな経験があったので、一人に寄り添えるような政策を前に進めていきたいなというふうに思っています。庶民のすごい大きな難民、少ないだろうけどもそういう難民に真剣に取り組んでいただけるんですよ。私その姿勢にすごく感動しました。ありがとう。本当に、ね、感謝してます。助けてくださいって私書いたんだと、本当にでも本当に助けてくださいました。本当に素晴らしい議員さんだと思います。心より尊敬しております。応援しております。誰一人取り残さない、挑み続ける、この信念で磯真一は今日も一人のために走ります。